NRI Voice、 こんにちは、サシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺うのは IT 基盤技術戦略室長の城田誠さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このシリーズではエンベデッドファイナンスをテーマにですね、4回にわたってお話を伺っていくんですが、早速初回のお話は何でしょうか。はい、今回はエンベデッドファイナンスとは何か、なぜ今なのかです。 NRI Voice、 NRI Voice。 では改めてお話を伺っていきましょう。 IT 基盤技術戦略室長の城田誠さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。城田さんは2001年 NRI にキャリア入社されまして、現在は IT 基盤技術戦略室長として最新の技術動向やビジネスモデルの調査研究、デジタル戦略の策定支援などに携わっています。ご著書としてはですね、フィンテックの衝撃のほか、ベストセラーとなったクラウドの衝撃、ビッグデータの衝撃などと、なっています。はい、もうずっともう20年一本でやってきたということですね、この分野で。そうですね、はい。今回は IT 技術と関わりの深い金融サービスがテーマということで、まあ、実はかなり日常的な、身近な話題ということで、まずこの全体のこのエンベデッドファイナンスということがこのシーズンのテーマになるんですが、どういったお話になるんでしょうか。はい、ファイナンスというキーワードが入っているかと思いますけども、その名の通りですね、金融に関する話題にはなりますけども、従来のですね、銀行、証券、保険といった金融機関や、あるいは最近のフィンテックベンチャーが主体となって提供する金融サービスではなくてですね、はい、小売や通信、あるいは IT 企業といった、いわゆる非金融の企業が中心となって提供する金融サービスの話です。はい、その意味では、金融業界の方だけではなくてですね、さまざまな業界の方に聞いていただきたいと思います。はい、そこでこのエンベデッドファイナンス、まあ、あまり聞き慣れない言葉なのかもしれませんが、エンベデッドっていうのはエンベッド、英語でいうところの組み込むっていうところから来てるんですけど、それを、受け身なので組み込まれた金融ファイナンスということになりますが、そもそもこのエンベデッドファイナンスは何なんでしょう。そうですね、日本語訳の通りではありますけども、金融以外の事業を展開する非金融企業が、自社の既存のサービスに金融サービスをまさに組み込んでですね、うん、提供する新しい金融サービスの潮流です。なるほど。代表的なサービスとしましては、最近 BNPL と呼ばれているサービス、これ、Buy Now Pay Later の略になりますけども、はい、こう呼ばれている後払いのサービスが挙げられます。なるほど。これは Buy Now ですので、商品を即入手できる一方でですね、うん、Pay Later ということで支払いは後でよくて、しかも翌月一括払いではなくて 3,4 回に支払いを分割できるというものです。ですので、まあ、すぐ商品を手に入れたいんだけれども、うん、ちょっとまあ手持ちのお金がないと、まあ、そういう時にこの BNPL というサービスのオファーがですね、提示されると消費者としてはですね、はい、非常にこう購入しやすいということで、うん、まあ、購入の背中を押してくれるような、まあ、そういうサービスになっています。クレジットカードのリボ払いとは違うんですか。そうですね、近いものではあるんですけども、クレジットカードをそもそも作る必要が全くないんですね。なるほど、ない人でもできる。そうですね、ですので、学生さんとかですね、はい、まあ、そういう方でも利用できるということで、非常に今盛り上がっているサービスです。うん、でこのエンベデッドファイナンス、その非金融のサービスに今金融が組み込まれているということですが、まあ、しばらく前に結構話題になった、この異業種の金融業への参入、これとはまた違うんですか。そうですね、単純な異業種の参入ではありません。例えば今までですと、エレクトロニクスメーカーのソニーさんが、ソニー銀行とか、はい、ソニー損保とか、まあ、そういう形で金融業に参入をしてきた例っていうのはたくさんありますけども、はい、今言われているエンベデッドファイナンスと言いますのは、まさにですね、自社のサービスに金融のサービスを組み込むというところがポイントになっています。すでに海外では Google、Amazon、それから Apple といったいわゆるビッグテック企業がエンベデッドファイナンスに参入をしているところになっています。なるほど。先ほどの例出していただいたように、自分でもともとその商品を買ってもらうというそのサービスがあって、そこに例えばペイレーターみたいな感じで組み込んでいくという、今まであったサービスがそもそもありきだというところが違うんですね。まさにおっしゃる通りです。うん、
それもあって日本語では組み込み金融とか埋め込み金融あるいはモジュラー金融ということで、呼ばれていたりします。だんだん少しずつ分かってきたところで、先ほど有名企業も名前に出ましたので、 Google、Amazon、Apple、 ほとんどの方がこの企業のサービスを何かしら使ってるんじゃないかと思うんですけども、こういった企業が提供するサービスのうち、どういったものがエンベデッドファイナンスに当たるのか、具体的に教えていただけますか。そうですね、例えば Google の例で考えてみますと、Google はですね、これまだ日本では提供していないサービスなんですけども、Google マップからですね、Google Pay という、決済のアプリで駐車料金をそのまま Google マップ上で支払えると、そういうサービスを提供しています。これ海外で提供してるんですね。そうですね。で、これは条件がありまして、Google マップをですね、車運転してる時のナビゲーションシステムに使っていると、そういうことが条件になりますけれども、その時にですね、目的地を設定して、その目的のストリートパーキングの近くに来るとですね、Google マップ上に駐車料金の支払いボタンというのが表示されます。で、その表示されたボタンを押してですね、例えばその駐車するゾーン番号とかですね、駐車予定時間、そういった情報を入力すると Google Pay で支払いが完了すると、そういった仕組みになっています。めちゃめちゃ便利ですね。そうですね。でもこれももともとそのマップの機能があって、そこにその支払いができるという金融の部分が組み込まれているわけですね。はい、おっしゃるとおりです。その他ですと、もう一つアマゾンの例でいきますと、アマゾンのマーケットプレイスに出店している比較的小規模な企業が、たくさんあると思いますけれども、そういった企業向けにですね、融資のサービスというのを行っています。こちらの場合ですと、例えば今までアマゾンに出店している小規模企業がお金を借りたいとなると、外部の銀行なんかに行ってですね、いろいろと書類を書いて、融資の申請をするというのが当たり前でしたけども、そうではなくて、アマゾンの世界の中でですね、融資まで受けられると、そういったサービスになっています。なるほど。そうすると出店もしやすくなりますね。そうですね。アップルはどんな事例があるんでしょうか。こちらもですね、アップルの場合はアップルカードというクレジットカードを発行しています。こちらはまだ残念ながら日本では提供されていないクレジットカードになりますけども、アメリカの方では、発行がされていてですね、特徴としてはこれ iPhone で全て完結する形になっていまして、iPhone からカードの申し込みをして、iPhone の上でですね、バーチャルカードというような形でクレジットカードが発行されてですね、iPhone の上でですね、クレジットカードを使っていくというような形になっています。Apple Pay の中に組み込むということですね。そうですね。そうすると全てその Apple の既存のサービスの中でこれも、カードが作れて支払いもできちゃうと。これどれも GAFA の中の企業ですけれども、国内で見ますとこのエンベデッドファイナンスを、やっている、参入しようとしている企業というのはあるんでしょうか。そうですね、国内でもですね、やはり顧客接点を多く持つ企業がすでに参入をしていまして、例えばヤフーとかメルカリ、あるいは ANA、ヤマダホールディングス、こういったところが少しずつですね、この世界に参入をしてきているという状況です。例えば、ANA さんの場合ですと、キャンセル保険というですね、サービスを提供していまして、こちらその名の通りですね、悪天候による欠航の恐れ等の理由でですね、予約を取り消し、あるいは払い戻しした場合の取り消し手数料とか払い戻し手数料というものを保証してくれる保険になっています。でこれ今までですとですね、早めに旅行を計画すると旅券が安くなるということが、よくありますけども、ただ一方でですね、搭乗日近くになってキャンセルをしてしまうと、やはりその時には手数料が取られてしまうということで、予約を躊躇してしまうような消費者も決して少なくはなかったかなと。私もそうです。特にこれからの季節ですね、例えば北海道に旅行に行くと、ただどうしても雪が降るんじゃないかということで、2ヶ月前からの予約っていうのは躊躇する方も多いかなと思いますけども、その時にですね、このキャンセル保険がオファーされるわけですね、ウェブ上で、
ですのでその時にそのまあオファーをまあポチッとするとですね、万が一近くになって取り消してもですね、そういった手数料というのは保証される、まあ、そういうものになってます。まあ、実際に払う手数料よりもそこの保険料の方が安いので、はい、安心して買えるということですね。そうですね、たかだか、まあ、保険料としては数百円ということになってますね。あ、だいぶ違いますね。そうですね。あとヤマダホールディングスもヤマダ電機でおなじみですけれども、そうですね、はい、ヤマダホールディングスさんもですね2021年の7月からですねヤマダデジタル会員を対象としまして、ヤマダネオバンクというですね銀行口座のサービスというのを開始しています。銀行口座ですか。そうですね、ヤマダ電機さんが銀行口座を提供するということで、はい、これまあなんでこういうことをやってるかと言いますとですね、最近あのヤマダホールディングスさんでは家電のビジネスだけではなくてですね、大塚家具さんを買収したりとかですね、あるいはリフォーム事業を手掛けるヒノキアグループさんを買収したりということで、暮らし丸ごとというですね、戦略っていうのを掲げているんですね、はい、ここで、例えば銀行サービス、具体的にはですね、住宅ローンのようなものも実は提供していまして。あ、なるほど。で、これで何が嬉しいかというと、もう想像がついているかなと思いますけども、はい、住宅を買うときに一緒にやはり家具をですね購入をしたりとか、はい、あるいはまあリフォームをするときにもやはりまあ家具を一緒に買い替えたい、家電を一緒に買い替えたいというお客さん多いかなと思いますけども、そうでしょうね、はい、その時にこの銀行のサービスの中で住宅ローンを提供しているんですが、その中にですね、はい、家具とか家電もですねローンに一緒に組み込める。これはありがたいですね。引っ越しの時って特に新築で家買う時って一気にお金が出てくるので、でもローンで組めばそれをまあ何十年かで分割できるから、そうですね、まあ、月額にしたらビビたる額になりますよね。そうですね、はい、なるほど。これは考えても見なかったけど便利なサービスですね。そうですね、まあ、ヤマダホールディングスさんとしては単純に家電を売るだけの時代はもう終わったということで、まあ、家具とかですね、まあ、住宅も含めてビジネスこれから大きくしていこうというお考えのようですね。そうですね、ローンに組み込めるならちょっと一個いいやつ買っちゃおうかなと思っちゃいますもんね、はい。そして、ここでまさに、今日のテーマの一つでもあるなぜ今エンベデッドファイナンスなのか、時代性っていうのもあるんでしょうか。そうですね、似たようなサービスってまあ過去にもあったことはあったんですけども、やはり今なぜかと言いますと、一つはまあ金融機関の立場から言いますと、銀行さんの場合はですね、やはりこの数年もずっと超低金利というのが続いていますので、まあ今までのビジネスモデルというのがまあ通用しなくなってきて、まあ収益が悪化してきていると、まあそういう中で新たな収益源を求めていると。それからもう一つ、まあ、金融系の企業でいうとフィンテック企業というのもありますけれども、フィンテック企業もですねやはりまあ2015年ぐらいからいろんな企業が新しく出てきたわけなんですが、はい、一部の企業を除いてはですねやはりまあ一般消費者向けのビジネスをしていくっていうのは、まあ、なかなか難しいと、はい、まあ、金融のビジネスですからどうしても信用というものが不可欠なんですけども、それがやはり新興のフィンテック企業ではなかなか独力でですね顧客開拓を行っていくっていうのが少しまあ限界が見えてきたという中で、はい、そこでですねこのエンベデッドファイナンスというものがコンセプトとして出てきて、金融企業であればですね日常的に消費者と接する機会があると、まあ、そこで、ベストタイミングで金融商品金融サービスを提案できる強みがあるということで、そこにうまくですね、乗っていくと、まあ、金融企業としてもですね、消費者の商品購入を、まあ、金融サービスの提供によってですね後押しできると、うん、いうようなメリットがありますし、まあ、金融機関の立場、フィンテック企業の立場としても、うまくですね、消費者と多くの接点を持つところに、まあ、企業を埋め込むことによってですね、自分たちのビジネスを拡大できる機会が、チャンスがあるんじゃないかということで、今、エンベデッドファイナンスが盛り上がっているということになります。なるほど。まあ、時代の要請も相当ありそうですけど、そもそもこういったコンセプトの金融サービスって、今までなかったんでしょうか。
いや、決してそういうわけではなくてですね、非常に近いコンセプトのサービスというのは過去にもありました、はい。まあ、例えばですね、自動車販売会社が車を買うときにですね、提案をしてくるオートローン、あー、まあ、こういったものは まさに Embedded Finance のコンセプトを先取りしたようなものだったと思います。はい、確かにそうすれば一括で買えない、もしくは買うのがなかなかこう体力的に難しい人でも分けてこう買うことができると。そうですね、ということですもんね。こうしたサービスね、ベストタイミングでまあ自動車が買えるということになるわけですけど、まあ、改めてエンベデッドファイナンスの違いはどういうところにあるんですか、このローン。そうですね、大きく3つあると思ってまして、1つ目はですね、自動車販売だけではなくて、アパレルであったり旅行であったり家電販売であったりですね、さまざまな業界で、適用されるようになったということが一つ目、はい。それから2点目としましては、オフライン、まあ、いわゆる店頭だけではなくて、はい、Eコマースとかですね、オンラインの取引、こういったところにも実装されるようになったということ、はい。それから3点目としまして、提供をする金融サービス内容が、オートローンのような融資のサービスだけではなくて、はい、決済、それから保険、投資、まあ、いろいろとですね、提供する金融サービスの幅が広がっているということになります。なるほど、そうですよね。確かに信用が大事なので、店頭じゃないとダメなイメージから随分と変わったところもあるんでしょうかね。まあ、その辺のこう、ファイナンスに対してのこう信用っていうのも、はい、まあ、IT が進化したことによって、はい、ウェブ上でもできるようになってきた。そうですね、フィンテック企業がさまざまな技術を今持ってますので、ウェブ上で、Eコマースの時にですね、瞬時にその人がきちんとお金を返してくれそうな人なのかどうかという、うん、はい、まあ、予診ができる仕組みを提供している、はい。まあ、それが大きく貢献しているのではないかなと思います。はい、ここまでエンベデッドファイナンスは何か、その強み、そして既存の金融サービスとの違いについても伺ってきましたけれども、さあ今後はこのエンベデッドファイナンスについてさらに詳しく伺っていきたいと思います。引き続き IT 基盤技術戦略室長の城田誠さんです。また次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。NRI Voice、 この番組はアップルや Google などのポッドキャストのほか、 NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。 NRI Voice で検索してチェックしてください。引き続きエンベデッドファイナンス、これをテーマにお話を伺っていきます。ナビゲーターはサシャでした。